中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条と第7、第1条から第7条の文言を大きな画面にして一語一句読み飛ばすことなくお読みください。どこか一箇所でもね、どこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたら、あなたはこの動画の続きを見ることができません。すべての文言に承諾できた方のみこの動画の続きを見ることができます。 LINE に登録してくださいね。そして私まで動画の感想などお寄せください。ステッカーを販売しております。令和元年8月21日水曜日、暗号資産草コイン中野研究会。今日のね千葉県松戸市は、朝から小雨が降ってますね。で曇り空で、まあ、たまに雨やむ時もあるんですけど、大雨は降ってないんですね。小雨が降ってます。ただ気温はすごい暑くて32度ありましたね。ですから家にいる時も車に乗ってる時もね、エアコンをつけておかないと汗がダクダクになっちゃうかなって感じです。で先週までね、お盆休みでね、長期、まあ、9日間とか10日間とか連休で休んだ方いっぱいいると思うんですよね。で、まあ、今週からね、また仕事がねスタートしてちょっと疲れちゃったっていう方もいると思います。でまあ注意しなくちゃいけないのはね、やっぱり小学校中学校高校生ぐらいかな、あと9日間10日間ぐらいで夏休み終わりですから、休み明けのね自殺っていうのが非常に多くなると思いますから、親の人はよくよく、子供とね対面してたりして、よくよくこう、悩み事をね聞いてあげたりしてください。なかなかね子供も言い出せないですからね、リラックスした雰囲気の中で言うか、まあこう大人は大人でね、会社がどんどんブラック化してますから、給料は増えないどころか減らされる一方だし、どんどんリストラしてるしね、親が親で追い詰められて自殺したい状況であるのに、まあ、子供も言い出せないな言い出せないかなっていうところはあると思うんですよね。まあなんとかしなくちゃいけないですね。あと昨日はね、東京都江戸川区の方にね行きました。バスをね乗り継いでね、小岩からまたバス乗り継いでね、まあ金町駅からバス乗って小岩まで行って JR 小岩駅ね、でそこからまたバス乗って江戸川の方行ったんですよね。でね、あのノアコインの救出作戦ですね。レジャー 7S にノアコイン ICO 価格で100万円分買ったんだけれども、まあ、イサウォレットと連動できなくなっちゃって取り出せないと。で BTC ネクストにね送金できなくてすごい困ってるんですけどと、朝から晩までずっと毎日やってんだけど3日間とかね全然できないって分かんないと。でインターネットでブログとかね YouTube 見て、まあ、レジャー 7S のねバージョンアップ、ファームウェアのバージョンアップとかいろいろやってるんだけど、やっぱりなんかできないということでね、行きました。でやっぱりね私の方でレジャー 7S を状況確認したら、やっぱりねマイサウォレットと連動できないんですよね。でマイサウォレットの中にノアコインが入ってることは確認できたんですよ。で皆さんね、レジャー 7S の中に、ノアコインが入ってると思ってると思うんですけど、レジャー 7S はあくまでもログインパスワードが、まあ、入ってるって感じかな。はい、だからログインのための秘密鍵がレジャー 7S に入ってるだけで、ノアコイン自体はマイサウォレットに入ってるんですよ。でじゃあマイサウォレットに秘密鍵を直接入力したらノアコイン出てくるのかって出てこないんですよね。一回連動しちゃったら、再連動しないとノアコイン救出できないんですよね。マイサウォレットの中入ってることは分かってんだけどねだから
昨日の場合もですね、マイサウレット、レジャー 7S を購入した時にね、24個のリカバリーパスワードを控えてくださいって皆さんもやったと思いますけども、それをねきちんと控えておいてくれてたので、それで私の方で24個のリカバリーワードを入れてですね、パスワードを新しく再設定して、結構時間かかるんですけどね、まあ慣れてきちゃえばあっという間ですけども、そしてやりました。そしてファームウェアもね、バージョンアップして、レジャー、まあ、あのネットのね、レジャーナノのホームページに接続して、でアプリ連動するとですね、ファームウェア自動でバージョンアップしますから、でバージョンアップしてですね、でそれで、マイサーウォレットと、ね、連動しました。であくまでもね Google Chrome でやってたので、うまくいくときといかないときなんだよね。 Google Chrome って、うまく連動できないんですよ。レジャー 7S と相性が悪いんでね。ただ他のブラウザでやるとね、さらにうまくいかないんですよね最近ね。それでしょうがないから、Google Chrome でやって、でうまくね連動できて、すぐにあの BTC Next にね100万円分のICO 価格100万円分のノアコインを送金できました。よかったです。でね、送金もね昨日すごい早かったですよ。1分ぐらいで終わりましたね。あの送金して、ちょっとお茶、あのお昼ご飯でも食べに行こうかなと思ったんですけど、そうこうしてるうちにね、あっという間に送金が終わって1分ぐらいでしたね。私が2ヶ月前にやった時は2時間かかりましたけど、最近は20分ぐらいですね。で昨日は1分だったんで、だんだんあのマイニングが早くなってるって感じでしたね。うん、よかったなって感じです。でその後ね、まあ僕はそのあの依頼されたことだけしかやらないですからね、普通はね。だからノアコインの送金結構かかったんですよ。それでも2時間ぐらいかかったんですけど、きちんとできてね。でその後食事して帰ってきて、まあ、キバリオンっていう ICO でね、ICO でキバリオンっていうトークン仮想通貨買ったと。でそれをね、あのビットコインに買いたいからということで、マイサウォレットにキバリオン入ってんだけど、あのメタマスクに連動しないと、売却できないっていうことだったんですよ。だからメタマスクをちょっと投入してほしいって言われたんですよね。でメタマスクについては別に簡単なんでね、すごくね、メタマスクむちゃくちゃ簡単だから、マイサーウォレットに連動して、じゃあさキバリオンを送金しようって言った時に、なかったんですよね。マイサーウォレットの中にキバリオンがなくて、あれどうしたことかなということで、結局まあ、 あのエアドロップがうまくされてなくてですね、受け取ってなかったってことなんですよね。だからそれだったらまあできないんで、そこでまあ終わりで帰ってきましたということですね。まあ、昨日も、個人コンサルティングが 100% うまくいきましたね。今のところノアコインが救出できなかったことは ないので、まあ、よかったかなと思います。まあ、皆様におかれましてもね、ノアコインの送金、BTC NEXT への送金がまだっていう方がいらっしゃいましたら、早くね、送金しないと、何があるか分かんないんでね、やっぱり1週間ぐらいの余裕を持ってやんないと、まあ、送金できないですね。はい、だから、まあ、最終日にやればいいやつって8月31日にやったとしても、これ土曜日なんでね、土曜日なんで、例えばあのマイサウレットにイーサリアムが少しないと、まあ、例えば 0.2 ぐらいね、 0.1 か 0.2 ぐらいのイーサリアムがないと、あの送金できないんですよ、ビッチシネクストにね。送金手数料っていうことで、まあ、いわゆるガスって呼ばれてるんですけど、じゃあそのイーサリアムをその31日の土曜日にね送金できるかすらできないですよ。土日は国内の仮想通貨取引所は外部送金っていうのはあの行ってないですよ、土日はね。例えばビットフライヤーだったら、あの全権確認してますからね、全権目視確認してるので、平日の昼間しか送金できないですね。しかも1時間以上かかりますね、全権確認してるんで。で土日は送金できないので終わっちゃいますよね。もう1日日曜でしょ、2日月曜でしょ。だから本当31日で終わっちゃうのか、それとも、まあ、5日にブロックチェーン変わりますよね、ノアコインのね。だから4日までは大丈夫なのか、
ですよね。だから4日まで、ひょっとしたら大丈夫かもしれないですけどね、9月4日までね。わかんないですけどね。それで、あのノアコインの ICO のですね、LINE グループとか、ノアコインのね、LINE グループによりますと、まだね、半分ぐらいの人は送金終わってないそうですね。もう大丈夫なのかな。まあ、私の方はね、もう来週27、28、29は、また出張、出張行っちゃっていないんですよね。東京にいないんですよね。で、30はノアコインの休日入ってるんですよ。で、その他入ってないから、まあ、またね、なんかあれば、お電話いただければ、ノアコインの救出作戦できると思います。早めに入れないといけないですね。ICO で買ったノアコインも、取引所で買ったノアコインも全て消滅しますからね。8月31日にね。まあ、まだ間に合うのかもしれないしね。ひょっとしたら10月ぐらいまで間に合うよっていうのかもしれないですね。ちょっと、ちょっとトラブると思いますから、じゃあまあいいよと、年内いっぱいはいいよって言うかもしれないね。財団法人の方がね、ノアコイン財団の方がね。で、今日はね、何をやるかと言いますと、スピード MT4 のインストールと設定方法の詳細解説を行いますと。まあ、スピード MT4 っていうのは、まあ、FX ですよね。FX、そして、MT4 を使ってる取引所。まあ、XM でもいいし、タイタンでもいいしね、iFlex でもいいし、まあ、国内だったら楽天証券なんかも MT4 使いますよね。GMO 証券とか使えるかな？使えますよね。MT4 だけだと、機能がすごくシンプルで何もできないって言えば何もできないんだよね。で、MT4、スピード MT4 っていう、まあ、あの無料ツール、まあ誰かが作ったね、誰かっていうかまあ、作ったツールを使えば、すごくいろんなことがね、できて、利益がね、非常に出やすいと言われています。で、昨日もね、前回の動画でもお話ししたんだけども、FX の黄金の法則、まあ、聖杯っていうのがやっぱありましてね、これ、数学の期待値計算、数学のね、確率統計学なんですよ。数学で出てくるんですね、FX で億万長者になるにはどうしたらいいかっていうのが出てきて、まあ、これ、誰でも知ってることなんですけども、バルサレの破産確率表ですね、期待値っていうのは、確率統計学における期待値計算っていうのは勝率かける損益率で出てくるんだけど、それにまあ損失許容率を掛け算してバルサレの破産確率表が出てくるというわけですね。で、まずこれ3つを固定することによって確実に 100% 億万長者になるんですが、この IFO かスピード MT4 を使うことによって損益率と損失許容率っていうのは毎回のポジショニングの時にポジション取る時に固定できるんですよ。で、勝率だけが固定できないので、勝率を固定する、または今の勝率よりも、向上させるためにはということで1から6を紹介しました、前回ね。で、損失許容率っていうのは IFO。まあ、素のままの MT4 だったら IFO しかできないですね。で、今回スピード MT4 を入れることによって、簡単に、誰でも簡単に固定できます。1.6 から2がいいと思いますね。で、損失許容率は、まあ、3% 以内で、スピード MT4 で、固定できます。まあ、これは別に、素のままの MT4 でも固定できるんですけども、こうやって固定しますね。で、勝率につきましては固定できないので、まあ、五等日の中値を狙うトレードをするか、指標発表直前直後を狙うか、まあ、動くからね。あとはテクニカルチャート分析を行うか、トレーリングストップの設定をするかと。まあもちろん IFO の約注文を入れるか、スピード MT4 の導入。まあ今回これやりますよ、6番ね。あとは、今回付け加えたのが7番、予約注文状況を見ますと。これは、まあ買い注文予約と売り注文予約が、これですよね、だから。以前よくやってましたけれども、ちょっと待ってね。以前よくやってましたけれども、なんだっけな、忘れちゃったな。売り注文と買い注文ですね。
それがどんな感じで入ってるかっていうものですね。はい、これでも出てきますけどね、FX オーダーでも出てきますね。あ、これちょっと変わりましたね。はい、ちょっと売り注文買い注文変わりましたね。はい、まあこの辺で例えば売りが107円50銭に売り売り売り、断続的に売りと106円70から30とかね。はい、あと買いオーダーが106円で買いですよって、この間しか動かないよってことになりますよね、やっぱね。まあ、あともう一個は何だっけ、何でしたっけ株ドットコムか。株ドットコム。FX。民株 FX だったかな？民株 FX。どうだったかな？民株 FX。違うな。他にもね、注文状況を確認することのできるやつがありますので、民株 FX じゃなかったな。どうだったかな？はい、ちょっとやめておきますが、まあ、こうやってオーダーが入ってるんですよね。売りオーダーとか買いオーダーが入ってるんで、まあ、この辺に近づいたら、まあ、急に上には行かないので、ドーンとしてくると。まあ、ブロック崩しと一緒ですからね。あの、為替っていうのは株も一緒ですけど、ブロック崩しと一緒で、成り行きで入る人っていうのは、あの、素人しかいないですからね。大体、まあ、ヘッジファンドも成り行きで入る時もありますけど、大体、買い注文も売り注文も入れておきますね。だこれ、注文状況を見ながら、あ、これ106円以下はいかないんだなと。いうことで106円に近づいてきたら、まあ注文、買い注文入れるとかね、はい、まあいろいろできると思いますよ。あとですね、オプションカットですね。まあ先ほど見ましたけども、ニューヨークこれ例えばこれ107円のところに、オプションが22日ニューヨークカットってあるので、明日ですよね、22日に、まあ終了するということなので。107円以上いってると、まあ、あの、ボーナスがもらえると。あと、それとも、まあ、これ106円以下ですよね。あ、今日ですね、これ21日ニューヨークカット。ニューヨーク時間で、ニューヨーク時間の何時か決まってるんですけど、これで、まあ、今日106円以下になってれば、ボーナスがもらえるということで、これオプション買ってる人はですね、まあ、ボーナスもらいたいから106円以下に、落とし込むような為替操作を行うんですよね。特にヘッジファンドがね、行うんですよね。まあ、そういうのオプションを見ながらですね、ちょっとこの行くかな行かないかなっていうのを見定めるっていう、為替判断ってあるんですよね。まあ、勝率を上げていくんですけどね、これオプションカットを見ながらやると。まあ、この他にもいっぱい、あの、極秘事項はあるんですが、まあ、とにかく今日はですね、損益率と損失許容率を固定しないといけないので、スピード MT4 の導入ですね、をやっていきたいと思います。それでですね、Google とか Yahoo どっちでもいいですけど、Google を出してください。そして英語で SPEED、スピード MT4 って入れてください。そしてリターンですね。まあ、大文字でも小文字でもいいですよ、これね。そうするとこれ出てくるんで、僕はたまたま上から3番目にナイトさんっていう人のね、ツイッターが出てきます。ナイトさん、カッコして、アット FX レジェンド、ツイッター出てくるんですね。で、これ、まあ人によっては4番目、5番目とか1番目の人結構いますけど、このナイトさんのツイッターを押してください。そうすると、この猫ちゃんマーク出てくるんですね。はい。で、この人が、こういう人が作りました。MT4 っていうね、あの便利ツールを作ってくれたんですけども、トラベルトレーダーっていう人ですね。職業トラベルトレーダーで、車中泊の旅をしながら FX をやってます。手法はスルートレード。霊感スキャルピング。食料確保投資法。ダイレクトメールにおいて MT4 スピード注文の質問をお受けしておりません。ご了承のほどお願いします。ということで、この方はですね、今は、FX は、やめてるんですよね。で、なぜかというと、この去年の8月10日かな、ちょっと分かんないですが、
今年かな、去年かな、まあ、こう赤字がいっぱいあるんですが、ちょっとお金が全部なくなっちゃったんですよね。まあ、よく見るとピプス損益でマイナス赤字、例えば592ピプスとか持ってますよね、これね。これ6円だろうと。6円持ちすぎたらと、これ。うん、数量1ロットなんで10万通貨か、これ。1ロット10万通貨ですね、これね。これちょっと持ちすぎだろと。で、これ、まあ、約6万円の損失ですね、これね。1ロットだから1万通貨かもしれないですね、これね。XM の1ロットってのは10万通貨なんだけど、ここに置いては1万通貨なのかな、ちょっとわかんないですけどね。ということでね、ヘッジファンドの罠にはまったということで、ヘッジファンドにはめられましたということでね、そうだね、これでガチホしてガチホしてしまってですね、損失を耐えるというのってのは良くないですね、やっぱね。はい、耐えて戻ってくればいいんですけどね、戻んないでレンジブレイクして方向性が出てしまうと、まあ破産するしかないのでね、そういうやり方は良くないですよね。あくまでも、この FX の黄金の法則、 FX だけじゃなくてゲーム理論なんですけどね、まあ、ビジネスでも、パチンコでもね、ブラックジャックでもポーカーでも全部一緒なんですけども、全てのゲームっていうのを独立事象として考えるんですよ、まあ、連続してつながってないように考えないといけないからね。それで確率統計学で判断していかないと億万長者になれないですよ、うん、でガチホしてたまたまね、損失含み損を抱えたんだけど戻ってきて爆撃になったというのはですね、運転に、ね、グリップ力があってね、それは単なるラッキーな人なんですよ。だからいずれって相当遠くないうちに破産しちゃうんですよね、そのやり方はね。だからそういうやり方じゃなくて、一つ一つの、ポジションをですね、独立事象で考えて、短時間でですね、利益または損失を出すように仕向けます。で、相場に長く入ってれば長く入ってるほど、事情関数的にですね、リスクが高まっていくんですよ。だから、まあ、1秒でも2秒でもね、早く決済する方がリスクはすごい少ないです。はい、で、ここのですね、まあ、コスト大きくなるんですけど、まあ、押さなくてもいいか。ここのですね、青いところを押してください。ここのね、リンクのところですね。で、パスワード、次のページでパスワードが必要なので、ダウンロードパスワードはスピードって書いてありますね。小文字のスピードですね。大文字じゃダメですよ。アプリの使用期限は来年の12月31日だと。だからその前には、また新しいのが公開されると思うので、公開されなかったら寂しいけどね、公開されると思うのでまたバージョンアップするということになりますね。で、これを押していただいて、青いとこね、でデッドミッションとアップローダーで JP と書いてあるので、でここのですね、ここのリンク、これ、まあ、人によって違うリンクの画像が出てくると思いますけれども、ここのところですね、この画像の四角い画像のちょっと上ですね、ここにダウンロードパスワードを入力して認証ボタンを押してくださいと。ここにですね、スピードって入れます。 SPEED って、小文字で入れます。で、今日時点でですね、最新バージョンはスピード MT4 1.35 ですね、バージョン 1.35 ですよね。 ZIP ファイル、まあ、ZIP っていうのは圧縮ファイルの意味ですね。ほんで認証ボタンを押します。次のページ行きます。デッドミッションですね、ダウンロードしますと、スピード MT4 の 1.35 バージョン ZIP をダウンロードします。で、ご協力いただきありがとうございます、ダウンロードパスワードの認証に成功しましたと。で、こうまた来ていただいて、このダウンロードボタンを押しますね。で、そうするとちょっと待ちます。ここでね、ちょっと待ってくださいよ。そうするとファイルが開きますからね。はい、こうやって開きますね。で、名前をつけて保存と書いてあるん で、どこに保存するかなんですけど、クイックアクセスのデスクトップとかダウンロードとかドキュメントピクチャーって皆さんありますよね。ここの中の、まあ、ダウンロードっていうところを選択していただいて、
ここに新しいフォルダでフォルダ作ります。で、僕、今まで3つダウンロードしてんだけど、4つ目ですね、今回ね。新しいフォルダと押して、新しいフォルダ作ります。で、MT4 in、何でもいいんだけどね、MT4 in 字って僕は入れて、4回目なんで4って入れます。これ新しいフォルダ作ったでしょ。で、ここを押します。で、PC のダウンロード MT4 in G4。で、ここに、保存します。こうやってね、保存しますと。はい。それで、出てきてるかどうかですね。で、まずダウンロードでしょ。ダウンロードして、インジケーターですね。こうします。入ってますよね。はい。入ってますよね。ここね。はい。で、ここをダブルクリックしますと。そうすると、はい。まあ、私ね、もう4回やってるんでね。で、こう、はい。まあ、皆さんこれ出てこなかったと思います。で、こう、はい。これ圧縮ファイルなので、圧縮ファイルが解凍されて、こう、バーっていっぱい出てきますね。で、まあ、デスクトップの下に、デスクトップ、そうですね、解凍されてます。そして、ここのですね、導入の手順ありますよね。で、まずこれを、ちょっと待って、使用前に必ずお読みください。これ読みますと。はい。自己責任で行ってくださいと。あとは、動作品質機能に関し、制作者は保証するものではありませんと。ドキュメントの不具合に関して、制作者は一切の責任を負いません。使用して何かトラブルや損失、障害などにつきまして、制作者は一切責任を負わないと。著作権、その他全ての権利を当該の正式に帰属します。制作者の帰属を得ず、本製品の配布、リバースエンジニアリング及び改変を一切禁止します。本製品の使用停止が行使された場合、速やかに使用を取りやめようとしますということなので、来年の年末までは使えるけど、その後どうなるか分かんないということで、怖いよね、やっぱね。ちょっと怖いね。うん。で、導入手順ということで、これを見ますと。はい。導入手順を見ながらやっていきましょうということですね。はい。で、これ見ますよ。はい。で、まず、はい。いきますよ。じゃあ、まず MT4 を起動し、メニューのファイルのデータフォルダを開くということなんで、まあ、ちょっとこういうふうにやっといてですね、MT4 を起動するということですね。MT4 を起動しますよと。ね、起動しましたよね。上がりましたね、突然ね。はい、そしてあれこれですね。ちょっとこっちに行くか。はい、MT4 を起動し、メニューのファイルのデータフォルダを開くを選択しますと。ちょっと待ってね。ファイルのデータフォルダを開くね。だから、ここでファイルとセッション、そしてデータフォルダを開くってやりますと。で、これ出てくるよね。こうやってね。そして、これ開いてるね。次にエクスプローラーが開くので、MQL4 をダブルクリックしますよと。これだよね。MQL4、これだよね。はい。で、次はこれじゃねえ。MQL4。で、エクスパートをダブルクリックすると。MQL4 の、これ一番上ね。次、エクスパートをダブルクリックすると。そして、MT4 スピード注文のエクスパートフォルダ直下にある、スピード MT4 を MT4 のエクスパートに、あ、だから、え？だから、はい、わかりました。だからですね、
結局、まあ、これは回答前ですよね。そしてこれが回答後。回答後で、この、これは、MT4 のここで開いてやったやつじゃなくて、あくまでも、回答したやつですね。回答したやつ。わかる？これを回答したら、こっちが、これが出てくるわけだよね。デスクトップの下の、これが出てくるわけですよね。まあいいや、これが出てくると、これが出てきて、どうするかってことですね。はい。そしたら、回答したらこれが出てくるよと。あ、違う。エキスパートの下にある、speedmt4.ex4 をコピーしろって言ってるんですね。この MT4 のエキスパートに。だから、ここのですね、これ回答した後ですよ。で、導入手順あるでしょ。で、ここの、ここのとこ押すと、ここに1個あると。で、これコピーして、speedmt4。ちょっと読める？これ読めない？大きくしようか。これあるでしょ、こうやって。speedmt4.ex4。で、これをコピーして、そして、これ3つ目ね、こっちね。これ MT4 ですからね。で、ここにコピーしろと言ってるわけですね。これ、MQL4 のエキスパーツですからね。ここにコピーしろと。いうことなんですよ。で、貼り付けと。で、ちょっとまあ、どうしようかな。僕もうすでにあるんですけど、まあ、ちょっとやるか。貼り付けちゃうか。じゃあ貼り付けて上書きしますよ。ファイル置き換える。はい。新しいのに置き換えましたと。そして次に MT4 を再起動しますということなので MT4 をこれ閉じますよね。閉じまして、ちょっとなんか大きいな、これ大きくなかった、大丈夫ですね。 MT4 をまた再起動しますね。めんどくさいね、なんかもう分かんなくなっちゃったら、また依頼してくれたら私の導入手続きやると思います。今日は上がってますね、ずっとね。昨日の夜はずっと下がってきたんですけれど、ずっとね、下がってきたんだけど、朝から上がってますね。日本時間、まあ、上がって、中値がある終わると下がるんだけど、ずっと上がってますね、今日はね。なかなか FOMC があるからね、明日の3時にね、朝の3時にね、今日の夜っていうかね。だからなんか、内容が漏れてるかもしれないね、もうすでにね。まあ、あとは、全体的な流れとしては、まあ、底打ち感があったんだよね。で、これが、アメリカと中国の首脳会談の電話会談があったんで、ここでボーンとぶち上げて、あと、上にツンツンしてますからね。上にツンツンしてるんで、ちょっと落ちてもやっぱり上行くんですよね、これね。だから、トレンド転換したんじゃないかなと僕は思っています。ここのね、底値があるでしょ？というか、この話じゃないんだけど、今はね、このマーケット分析の話じゃないんだけど、だいたいここで、ここね、2018年の、まあ年始、もう2019年の年始も、やっぱここですよね、104円のとこですよね。で、今回も、ここまで落ちて、もうちょっと落ちるかなと思ったんですけど、まあ、一応、ニアリーイコールということで、まあ、こっから上がるっていう判断をしてます。で、ここ上がったじゃないですか、こう。勢いよくずっとね、半年ぐらい。まあ、半年以上、10ヶ月ぐらい上がってますよね。で、まあ、ここはまあ、あんまり行かないで落ちちゃったんだけど、ひょっとしたら一回バウンドして、ドーンと落ちるのかもしれないね。誰にもわかんないですよ、それは。まあ、どっちでもいいように、細かく利確していかないとね、大物を狙うとすると、
こういう大物を狙おうとすると、これ何ピプスですかね。まあ、ここから入って、ここで10月ですね。970ピプスですね。9円70銭狙いをしようとすると、まあ、いや、よからなことになるんで、ね、また本当は12円ぐらい狙おうとしてずっと持ってたらストーンと落ちちゃうでしょ。だから、あんまり大物狙わないでですね、やっぱり20ピップス、10ピップス、20ピップスをコンスタントに取っていくというのが一番いいと思いますね。これなんか上行きそうですけどね。そして、MT4 を再起動します。ナビゲーターのエキスパートアドバイザーでスピード MT4 が追加されるので、スピード MT4 をチャート上にドラッグ&ドロップしますということですね。なので、どうなのかということですが、ここにですね、あ、これ上行ってますね。ナビゲーターですね。これナビゲーター出てない人は、表示の、ナビゲーターとありますんでね、こう出してくださいと。で、ナビゲーターのエクスパートアドバイザーにこれスピード MT4 入ってますよね。今まで入ってないんですけど、これスピード MT4 入ってると思います。で、これを、マウスの左ボタンで、まあ、人差し指でグッと押さえて、こっち持ってくると。こうですね。持ってきましたよと。で、その時に、グッてね、マウスの左ボタン、いわゆるですね、人差し指で押さえて、ドラッグ&ドロップって、ここでグッと押さえて、グッとこっちに持ってくるってことね。そうすると、まあ、さっきこの画面が現れるから、自動でね、現れるので、全般のとこを押して、自動売買を許可するのをチェックを有効にします。ここね。で、OK を押してくださいということなので、これ全般で、これまあ、僕はもう4回目なんで、これ OK、最初からなってるんですけど、これを押して OK すると。はい、そうするとどうなるかということですね。で、MT4 のメニューのツールのオプションを選択しますと。あ、それでね、ニコちゃんマーク、あ、まだいいか。で、ツールのオプションを選択してくださいと。で、ここだね、ツールって、ここでしょうね。ツールのオプションを選択ということですね。オプションを選択して、エキスパートアドバイザーの自動売買を許可する、すると。エキスパートアドバイザーの自動売買、これね、これ許可する。自動売買許可するを押すと。はい、で、これ2つ入ってるよと。上2つ入ってるよと。で、OK をしますということですね。で、これで OK をしますと。そうするとどうなるかと。そうすると、ここのね、スピード MT4 ってニコちゃんマーク、チャート右上の顔マークがニコになっていれば設定完了です。こうニコちゃんマークになっているかどうかですね。で、ちょっと大きくして見てみようかと。ここのニコちゃんマーク、スピード MT4 のニコちゃんマークニッコリになってますね、これね。ニッコリになってるので、これ OK だということになりますね、これね。わかんなかったら、まあ、また電話してくれれば、私の方でインストールしたり、詳細設定したりね、しようかなと思います。はい、それで、MT4 スピードチューンのスピードドットでダブルクリックして再起動しますと。はい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 。それでね、いちいちね、これはね、いちいちね、こうやってると大変なので、実際に動かすときはどうするかと。これで連動は終わったわけですけれども、じゃあ実際にスピード MT4 を出すにはどうしたらいいかというと、ちょっとこれ録画をちょっと閉じて、まあ、これちょっと消すよ、じゃあ。ね、どうするかというと、これは、そうですね、これ、ちょっと待って、これね、これが、まあ、ダウンロードしたファイルを解凍したやつなんですけど、これのですね、これ、ちょ、解凍したのはこれだね。だからこれまたここ。これは MT4 ですね。MT4 の MQL4 のエクスパートなんで、これじゃなくて、
これですね、デスクトップの下ですね。これがまあ解凍したファイルになりますから、でこれあのスピード MT4 とこれがそうなんで、これを外で出してもいいと思うんですよね。これね、これこうやって出しちゃっていいと思うんですよね。はい。でこれで OK ですので、これをタッチダブルクリックすると立ち上がりますね。はい、立ち上がります。でこんな感じですね。はい。で、これが、こうなれば、OK ですね。で、ここですね。自分のサーバーが出てくるんで、これを選んでくださいってことですね。出てこないですね。あと、通貨ペアか。USDJPY と。出てきますね、そしたらね。はい。で、ここまでで、インストール。ダウンロードとインストールが終わりですと。で、次に詳細って設定をしますんで、まあ、MT4 立ち上げてから、次にこれですね。だから、MT4 をダブルクリックして、次に、このスピード MT4 をダブルクリックすると、毎回。まあ、そういうような作業が出てくりますけど、で、このままだとすごいダサいので、ここからですね、ちょっといろいろ手を加えて、もっとかっこよく使いやすくしていきます。で、少々お待ちください。まあ、このままやるんでね、一旦ちょっと休憩します。はい。それではね、続きを行っていきたいと思います。まずここまでできましたよね。そしたら、まあ、ここね、サーバー設定して、自動でサーバー設定。あと、通貨ペアですね。USDJPY。設定してですね、あとは、まあ、こう、差し値と逆差し値ですね。これチェック。ちょっと見にくいか。見にくかったか。ごめん。はい、ちょっと大きくします。ここはね、自動でサーバーが出てくると思うので、XM トレーディングね。で、USDJPY 設定していただいて、下の方は差し値、逆差し値。チェック入れて、まあ、大体まあ、ここは17ぐらいにしとくかな。そして、ここが、まあ、10ピプス。まあ、まあ、皆さんのトレードルールに従っていただければと思います。はい、それでですね、オプションですね。オプションの設定を細かくやっていきたいと思います。まず、全般ですね。まあ、両立ては有効にしないと、しない方がいいと思いますけどね。まあ、両立やる人は、こう、有効にしないとダメですね。はい。で、ここら辺は入れといて、これはこれでいいと思います。マインスホイール、これでよくて、ウィンドウテーマですね。これを、まあ、プロフェッショナルにするといいかなと思いますよ。今、ダサいんでね。今、ダサいでしょ、これ。ピンクで。今、ダサいじゃん。ダサいって言ったら怒られちゃうけど。これ、ちょっとね、良くないっていうか。なので、オプションでですね、あ、ちょっと大きくしようか、もう一回ね。はい。ウィンドウテーマをですね、プロフェッショナルがいいかなと思いますね。そして、まあ、OK ボタンを押すと、こんな感じで。あ、これも、あんま良くないな。そういえばな。僕がやってると違かったな。ウィンドウテーマは、どれがいいかな。スタンダード。ブロードキャストですね。ブロードキャストがいいですね。はい。これかっこよくなるんで。緑と赤でね。ブロードキャストにしてください。オプションでね。はい。ウィンドウテーマブロードキャスト。で、これはチェックはそのままで、終了時に画面の入力を保存すると。終了時に画面の位置とサイズを保存する。ウィンドウのサイズ変更を許可すると。レート変更時間はこれでいいと。MT4 の選択通貨ペアを画面に反映すると。OK しましょうか。はい、あとは、決済順序は、古い順に決済でいいですね。注文方法は成り行く注文。レート時間を指定せずと。そうですね、まあ、ストリーミング。成り行きで。で、表示する項目、回答リポジトリの全決済ボタンも、まあ、表示しますと。伝説
ケさん、土天ボテンって何これ。あ、それ知らなかったな。全決済土天ロック、レート変動の矢印、これ何でしたっけね。レート変動の、なんだろう、変動の矢印、何でしたっけこれ。これでやってみましょうか。じゃあ、これ矢印ですね。上とかしたやつですね。はいはい、これでいいと思いますね。もう一回出していただいて、常に表示、レートの変動の矢印ですね。まあこれ指定した時間でもいいと思いますけど、まあ常にまあ変動してるから、まあ、ずっと出ちゃうんでしょうけどね。あ、あと土天って書いてありますね。土天って、土天ができるんですね。あ、土天ボタンを押すと全決済してすぐにまた入るってことですか。土天はやらないから、土天ボタンはちょっとやめておこうか。土天はやらないですからね。全決済、これでちょっと OK してみますか。全決済、そうですね。もう一回ちょっとやりますね。そうですね、これでいいかな。で、次に、全般括弧2ですね。音量は真ん中。音量はこの辺でいいですね。そして、背景画像はいらないと。で、強調ですけど、まあ、これでいいかなと。まあ、これは表示の仕方ですよね。どうすればいいかですね。まあ、これでいいと思いますけどね。表示の順ですね。まあ、これでいいとして。はい、これはリストに表示する履歴の際で、これも OK。はい、もう一回。で、次にですね、ショートカットは、このままいじらないでいいと思いますね、ショートカットはね。これでいいと思いますよ。で、次に拡張機能なんですが、なんか遅いね。ここをね、いろいろ入れるといいですよ、これをね。口座残高と、口座、あの、残クレ、残高クレジットはあるといいよね。あと、これチェックして入れてね。口座通貨は USDJPY でし、有効証拠金、必要証拠金。まあ、これも必要ですけれども、そうだな、まあ一番いい、必要なのはいろいろあるんですけども、ここら辺があると結構いいんですよね。決済損益、本日の損益、それと、まあ、昨日の損益、今週の損益ぐらいかな。ちょっと入れて、あれ？本日の損益、昨日の損益、はい、それと、今週の損益、今月の損益ぐらいかな。まあ、今年ってのあるけどね、今月の損益ぐらい入れといて。で、こっちも入るんで、差し値入力。まあ、これあると便利なんですよ。この、東京時間と、今何時なのかさっとわかるんでね。あと、まあ、いろいろあるといいんだけど、すごい便利なんですけどね。ロンドン時間。それと、あれ、ニューヨーク時間もあった方がいいよね。あとは証拠金自立とか、あと何があるといいですかね。
サーバー時間なんかあるんだね。決済損益、証拠金受率、証拠金受率はあると。口座残高はあると。有効証拠金、余剰証拠金、余剰証拠金、必要証拠金、どれがあればいいかな。立て玉、これと、あとは実行レバレッジにしとこうか。あ、そうですね、この辺にして OK 一応しといて、でこうやって結構出てくるんですね。バーってね。そしてまたオプションちょっと押して、ポジションビューですね。ポジションビュー、まあ、こちらですね。右側の方ですね。で、トレーリングなんですけど、トレーリングストップをこれ、まあちょっと OK にすると。で、もしようですね。MT4 スピードチューブのトレールは MT4 標準のトレールとは異なる機能として実装しています。両方のトレールを同時に使用しないでくださいということで、まあ、昨日の動画では、トレーリングストップは、自動で入ると。MT4、スピード MT4 を使うとね、自動で入るって言ったんですけど、ちょっと自動では入んなかったですね。なので、設定、まあ、注文出してからですね、ここで、例えば今ね、今やってみると、ここ、例えば 0.05 ロットでね、もうちょっと、買いで入ってみますよ。で、入りますよね。そしてこれは、差し値、17ピプス上で決済で、10ピプス下で、損切りと。で、これトレーリングストップが入ってないもんですから、ちょっと伸びちゃったな、横にな。これ伸ばす必要なかったね。ここで、まあ、ここでね、まあ、こっちも17とか入れときゃいいんで、これは後から適用ができるんですよね。まあ一応ここはもう適用されてるので、まあ相場が動いてから適用ってやるとまた移動して適用できますけれども、トレーニングストップ、例えば7ピプス、これで適用、できたかな？適用って音鳴ったかな？で、なると、やると、あ、ちょっと、ここですね。チェック入れて、で、適用ですね。そうすると適用されるんでね、すごい便利かなと思いますよ。これはね。うん。だから、こう、ポジションがね、いっぱいバーってあった場合に、ここを押せば、全部チェック入るんで、バーってね。で、適用ってれば、全部トレーニングストップいっぺんに入りますから、やっぱりあった方がいいかなと思いますね、これはね。はい。すいません。あと、ちょっと待って、これ、同化してるよね。あとですね、オプション。ポジションビューは見ましたよね。見ましたよね。ポジションビューは見たと。横幅、もうちょっと大きくしとく？はい、それ上級者設定は特にいいかなと。うん、いいかなと。キーボードもいいよね。ここら辺、表現。言葉の表現ですね。これがいいかなと。MT5 も、MT5 は関係ないからね。MT4 だからね。で、もう一回見ると、全般1、両立て有効にしないですよね。ドテンはやんない。全決済、確認ダイアログは入れようかと。じゃあ。注文失敗のダイアログも入れようか、じゃあ。注文成功のダイアログも入れると。で、ドテンはしないと。いうことですね。で、これはこれでいいかなと。もう一回、注文失敗、注文成功、もう一回入れるってことですね。はいはい。ちょっと待ってくださいね。はい。で、これは、ちょっと、OK 押しておきますね、一応ね。で、オプションの全般にと。はい。これはこれでいいかなっていうことですね。
いいですね。で、ショートカットボタンもこれはこのままでいいと。そうですね、これもいいと思いますね。で、次に拡張機能。はい、拡張機能はすごい便利なんで、これ全部使ってみようと。右も左もね。はい、セットされましたと。それでポジションビュー、この右のところで白いところね、リアルタイムにそっとしてデータを並べ替えると、列のヘッダーの表示を縦長にする。縦長、これちょっとわかんないですね。これはこれでいいと思いますね。で、トレーリングストップの設定を表示するようにしてください。で、上級者につきましては、これは特に変わりなしと。はい。そして、MT5 も変わりなしと。触らないと。これで終わりですね。特にまあ、何も設定するのは少ないです。で、OK して、これで終わりですね。はい。で、まあ、ちょっと、ポジション取ってみましたと、まあ、0.05 なんで5000通過ですね、たったのね。まあ、これは上昇気流なんで上がっていくと思います。ずいぶん上昇してるんでね。ただだいぶね来てるんですよね。で、ちょっと待ってくださいね、少々お待ちください。はい、すいません、電話終わりました。ということでね、MT4 スピード注文、英語名でスピード MT4 ですね。こんな感じですね。綺麗に落ち着いたかと思います。まあ、バックが黒の方が見やすいかと思います。なので、まあ、皆様におかれましてもね、ちょっと設定の方頑張っていただければと思います。まあ、インストールの方もね、これは回答した後のフォルダーなのか、それとも MT4 のフォルダーなのか分からなくなっちゃいますよね。そこのところ2つをね、間違わないようにやっていただければと思います。で、分からなかったらね、また私の分からなかったら、まあちょっと自分で頑張ってくださいまあ本当に分からなかったら私の LINE までね、ちょっと教えてくださいと。まあ、自己紹介してくれないとちょっとね、誰だかよく分かんないので自己紹介してくださいね、きちんとね。はい、やってください。で、有料会員の方にはですね、まあ、松戸まで来てくれれば、私の方でパソコンのね、設定をインストールとね、使用者設定の方はやろうと思います。ただ、まあ、動画に残してあるからね、まあ、誰でも簡単に同じことができるかと思います。それでは今日はね、この辺で終わりにしていきたいと思います。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。相場はちょっとね、下に行って、落ちましたけど、また上がってくるでしょうね。こう一分足で見てもしょうがないからね。あ、上ですからね、やっぱね、一旦こう横になって上ですからね。あ、やっぱ上ですね、やっぱね、こう横になってまた上行くんですよね。ここら辺でね、まあ僕は朝ここか、昨日の夜仕込んで朝こう落ちてたんで、これで4万円取りましたね。で、朝一旦利確して、これ辺で4万取って、これは全然やってないですけどね、動画撮ってるんでね。で、4万、4万、8万ぐらいかな、今日はね。まあ、あと、この後もやれば、少しはお金になるかなと思います。はい、それではね、これで終わります。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。ありがとうございました。失礼いたします。まあ、これね、スピード MT4 を使えば、差し根と逆差し根ね、自動で入るんで。で、まあ、純粋のね、MT4、まあ、素の MT4 だと何もできないからね、自分と IF を設定しないといけないので、結構大変かなと思います。うん、で、IF を設定してる間に、相場動いちゃうんでね、なかなか成り行きじゃちょっと難しいんで、成り行きで入って、後で、差し値と逆差し値をね、注文変更してる間にまた動いちゃって、大損するってこともあるんでね、こう注文と同時に、差し値、逆差し値が入る。スピード MT4 を使うことによって、まあ、損失を極力減らし、利益を極限最大限取っていくというのがいいと思います。で、国内の FX 業者でも、まあ、こういうツールあるんだけども、成り行きだとね、逆差し値は入るんだけど差し値が入んないようになってたりするんですよね。で、結構ずるく作ってあって、相場が結構ね、大きく激しく動くときにみんなポチポチ入りたくなっちゃうんですよね。
で平気で逆差し値で損切りはされるんだけど、差し値で利益は確定されないと。でまた戻ってきて逆差し値に引っかかって損切りされるっていうね、みんな誰もがね損をするソフトウェアの仕様になってるんですよね。だからそういうのは気をつけなくちゃいけないですね、本当にね。だこれはあの FX の利用者目線で作ってある本当に利益が残るですね、ソフトウェアになってますから、これは非常にいいです。あとトレーニングストップは後から設定ですけれども、ここでね一括で適用すればですね、一括適用できますから非常に便利かなと思いますね。まあ、あとここで入った時、エントリーした時に差し値と逆差し値設定できますけれども、その後からねまた適用ができますから、まあ利益が出てたらそこからまた17ピプス上とか17ピプス上、そこから10ピプス下とかってね、どんどんこう差し値逆差し値を変更することもできます。まあ、トレーニングストップみたいな感じにねできるんで、非常にいいかなと思ってますね、私はね。非常にこう使い勝手がいいかなと思ってますね。また上がってきましたね、やっぱりね。やっぱりロングポジションっていうのはツン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 上行きますからね。ずっと持ってないとダメなんですよね。下がってもどうせ上がってくるから。で上がる時のスピードがすごい速いんですよ、ロングっていうのは。はい、だからこういうねショートで取っちゃダメですね。やっぱり対局を見てあこれね上昇気流ですよね。したら上昇で、取っていかないとダメですね。間違ってもショートでいちゃダメですよ。こんなところでショートでいてもバイーンって浮きますからバイーンって浮くるんでね、気をつけないといけないですね。はい、それでは今日もこれで終わりにさせていただきます。このスピード MT4 を使ってね、中野研究会も、ますますですね利益率を高めていきたいと思います。これですね、利益率を高めるというのはどういうことかというと、勝率を上げるってことですね。で損益率はスピード MT4 で固定できますからね。で 1. まあ今 1.7 ですけどね。で損失許容率も全体の資産におけるかけるね、ロット数っていうのを固定できます。あとは勝率ですね。ただまあ難品していったりポジションをたくさん取ると、この損失許容率が上がっていくのですね、上がっていくので、あとはまあルールに従ってね、あとメンタルルールを作るしかないですね。あと勝率ですね、勝率を上げるためにどうしたらいいかっていうのはこの他にも山ほど秘密の、ルールテクニックがあります。それでは今回はこれで終わらせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。ありがとうございました。失礼します。